海に感謝するとともに、海洋思想の普及を目的として、7月を海の月間、また7月の第3月曜日を海の日として、定められております。大洗町の海との関わり合いをお伝えしたいとの思いで、このような各種イベントを開催しております。各部へ間もなく面舵変身する。変身点になりましたら面舵を取り進路180度に変身します。変身点付近近づく水上目標はありません。艦長。はい、了解。この護衛艦ちくまは通常日本の近海における海上の、警戒監視、いわばパトロールのような任務を実施しております。広報活動として、このように一般の港に入らせていただきまして、我々の自衛隊の活動を皆さんに理解していただくということで、今回は大洗港に入港いたしました。初めてこういったものに乗ることができたんで、すごい感動してるんですけど、やっぱこう装備とかそういう兵器類とかにはちょっとやっぱロマンを感じるようなところがありますね。印象に残ったのはやっぱり主砲とあとは機関砲ですね。そういう兵器見たことはあんまないんで残りましたね。やっぱ主砲とあとこの魚雷の発射管とあとロケットランチャーとか、そういうのはすごいな。性能がね、一応書いてあるんですけど、性能がすごいんですよ。秒1分間に2000発撃てるとか、そういうのすごいです。海上保安庁はどうしても活躍の場が海の上でございますので、理解していただけないところがたくさんあるかと思います。直に海上保安官と話をすることで、身近なものとして親しまれるようになっていきたいと思っております。白い制服がかっこよかったです。こういった方々が日本を守ってくれるっていうのをもっと身近に感じてもらいたいです。一つはこの茨城県には海上自衛隊の基地がなくて、この護衛艦が入港することによって県民の皆さんに海上自衛隊のことを理解していただく、そのために我々は活動しております。2番目にはやはり我々も地域創生、この大洗町の今後の復興のために貢献をする、多くの方々に船を見ていただきながら大洗のものをいろいろ感じていただく、そのような目的を持って実施をしております。